こんにちは、マサです。今日は金の現物を1円でも安く買う方法について説明します。金を買う方法は大きく分けて4つあるんですけど、1つ目は三菱マテリアルなんかの貴金属屋さんに直接買いに行くことです。現金と免許証なんかの証明書を持ってって金をくださいというだけです。二つ目は第一商品なんかの商品先物会社に直接買いに行くことです。これも現金と証明書を持って金をくださいというだけです。三つ目は金の ETF、金の果実っていう商品を買うことです。これは投資信託です。もう一個、金の ETF にスパイダーゴールドシェアっていう商品があるんですけど、スパイダーの場合には金の現物に交換できません。ですので将来金の現物に交換する予定があるんだったら金の果実を買ってください。四つ目は商品先物の会社で金の現受けをしてしまうことです。商品先物会社に口座を作って、ここで金を買うんです。通常は商品先物の会社に口座を作って、金を買っても、金の価格が上がったら売ってしまうので、金は受け取らないんですけど、金を受け取ることもできますよっていうことなんです。丸2番と似てるんですけど、丸2番の場合には、商品先物の口座を作る必要はありません。では5月7日の9時半現在の1キロあたりの購入価格を見ていきます。結果はこうなりました。1番の大手貴金属店は604万9000円、そして第一商品は636万9000円、そして3番の金の果実はちょっと複雑なんですけど、616万プラス手数料プラス信託報酬です。信託報酬と手数料は後ほど説明しますけど、これを考えても一番安いです。しかし金の果実の場合にはちょっとずつ買っていく人が多いですから、6ヶ月買っているんだったらその6ヶ月の平均価格になります。今回は5月7日の9時半現在の価格で比較をしてるんで、一概に単純な比較はできないってことなんです。そして4番の商品先物で現受けする方法なんですけど、636万4600円プラス手数料です。この手数料に関しては後ほど説明しますけど、商品先物会社によって違います。一番安くてだいたい2万円ぐらい、高くて3万5000円ぐらいかなって思います。以上の結果をまとめると、一番安かったのは金の果実。次は第一商品。次は商品先物で現受け。4番目は大手貴金属店です。大手貴金属店が一番購入価格が高かったんですが、メリットもあります。どういうメリットかというと、多くの種類のゴールドバーを購入できることです。100グラムとか200グラムとか5グラムとか、いろんなゴールドバーを購入できるんです。しかし、2番から4番は1000グラム。つまり1キロ単位でしか買えないんです。640万持っていないと買えませんから、ちょっときついですよね、一般だと。次は金の果実の手数料を見ていきます。信託報酬は年に 0.432% です。640万円分の金が貯まってるんだったら、年間にだいたい2万8000円ぐらいです。そして1000グラム貯まって金を引き出す場合には、合計で3万6300円の手数料がかかります。証券会社によって多少手数料は変わってきます。あとは金の果実を買うための購入手数料もかかります。これも証券会社によって変わってきます。金の果実の場合には、純金積み立てみたいな感覚で投資をできますので、
金の購入価格が平均化します。そういう面ではいいかもしれません。そして次は商品先物会社で口座を作って金を現受けする場合の手数料を見ていきます。楽天の場合には売買手数料356.9円、そして受け渡し手数料7333円、事務手数料が13,200円かかります。ですから2万円ちょっとかかります。さっき見たように2番から4番は1キロ単位での取引なんで、リスクがちょっと高くなってしまいますので、金の投資が初心者の人は丸1の貴金属店でちょっとずつ買うのもいいかもしれません。もしくは純金積み立てをやるとか、このようにリスクを分散した方がいいかなって思います。日本マテリアルっていう会社があるんですけど、100グラムのゴールドバーを買っても手数料はかかりません。他の貴金属店は8,000円から15,000円かかるんですけど、日本マテリアルはかからないんです。まあ、こういう会社もありますので、よくよく自分で調べて買いに行ってみてください。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。